さんおはようございます。今札幌のホテルにいるんですけど、昨日の夜皆さんと遅くまでちょっと飲みすぎちゃって、今はるちゃんが寝てて起きてこないんで寝起きドッキリしたいと思います。今は6時半なんですけど、いい時間なんで行きます。用意するのはこれです。ででん、これで起こしていきたいと思います。グサッつっていきます。カードあるんで、はい、ゴー。はい、こちらがはるちゃんの部屋になってます。実は昨日私はるちゃんを送って、このカードキーをちょっとくすねてきたんで、実は開けれちゃうんですよね。行っちゃいたいと思います。おはよう。何時だと思う今？何時？今何時だと思う？二度寝してた。二度寝したあかんやろ。これガチないだよ。何してるの？何してるの？重たいし。重たい言うな。これあげるわ。これあげるわ。これあげるわ。いや！終わりや。いったみ。暴れんといて。はい、寝起きドッキリ大成功。おはよう。おはようございます。遅いね、起きんの。しかもラーメンな食べさしやねん。全部食べんかい。今2個食べようと思って買いに行った。しかも部屋汚すぎな。おギャルかて。おギャル、おギャル。ちゃんと漢字が汚い方やからさ。撮ってるんですね。撮ってカメラ回ってんで。いやー、世界放送で、世界放送探しちゃおうか。まずめっちゃみんなパコやって何時今？今もう6時半。6時起きの予定やで。用意はしたんですよね。したしたよ。してなんで二度寝してんねん。だって誰もアホやん。全然連絡くれへんから。なんでやん。リコ LINE してた。おいでした。いてててて、足つってる。またつったまたつった。大丈夫？最近釣りすぎなんですよね。なに、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 勝手に事故らんといて。大丈夫？大丈夫。おはようございます。よいしょ、今日も一日行こうか、頑張ろう。もうすぐ出るんですよね。出るよ。何二度目してんねん。ちゃんとして寝てますわ。寝起きドッキリ。そう。なんでやねん。刺すぞ。刺すぞ。おー、起きました。頭まだ若いし。頼むで、ほんま。姉ちゃん。姉ちゃん頼むわ。眠たいわ、まだ。どうしたん、リコちゃん。え、何忘れてるの？デニム忘れたねん。どこに？ホテルにやん。どないすんねん。ハルキのこと起こしてばちゃうで。ちゃんとしてくれ。やばいって。あのデニムお気に入りやって。ちょっとホテルに電話します。昨日のやつな。あれか、確かに。もう捨ててください、言うといたら。なんでやねん。大事や、言うとるよ。怒ってる。怒ってる。
大事や、捨てさせへんで言うて、ちょっと待って、携帯バグってるし、こういう時に限ってや怒って、めっちゃ怒ってる、色々重なるわマジで、こういう時に限ってや、こういう時に限ってや、マジキムタク出るちょ待てや似てる、ちょ待てや、ちょ待てや、うまいな、そういうのうまいな、なんか忘れてると思っとったね、ずーっと言ってたのにな、てかめっちゃ最後まで確かめてたのにな、そうやで、納得いかへんとか言って、そう、なんか3回ぐらいチェックして忘れもんない、オッケーオッケーオッケーって言ったのに忘れてんかい、忘れてんかい、こう思って、もうカメラ撮ってればれちゃいますこっちは必死やねん、もうなんかええやん、そのデニム運命じゃなかった、だからそのデニムとはてめえ相性抜群やってんね相性抜群じゃん、確かにな、長さといいな、うん、ピチッと感といいな、そうや、もうヒットしまくりやマッチングした、マッチング、今日めっちゃ重くなるわ、なかったらどうする、なかったらもうちょっと探してもらっていいですか、あ、すいません、あの先ほど宿泊させていただいてた忘れ物しちゃいまして、デニムとかってなかったですかね、デニムのパンツですね、黒のパンツなんですけど、ベルトもしっかりついてます、はい、すいません、お願いします、信号2個超えてもらってまっすぐで、向こうで U ターンします、あ、待って、懐かしい、ティーティー急にカビちゃん、ティーティーしてますか、トワイスの知ってますか、うん、おーい、ピエンやな、ガチのピエン、ピエンあったん、おかけ直しをお願いします、言って、おかけ直しをお願いします、ほんまに探してくれるねんて探してくれるやろ、そら、ありがとう、わかりました、もう右にシューンって行って、北海道まで来たら何やすいんやろ、いつもすぐ飲むか、ちゃんと探してか、あとは手もないから、え、違う、すごい、うん、ないの、絶対ないんや、ない、うん、4回見た、最近マジで寝起き足つるの、こんな荷物少なかったっけって思うよな、言ってたな、それが、うん、確かに、いつもカバンが靴入ってないからかな、あ、靴入れとったもんね、うん、今から整理します、整理します私の部屋も汚かったけど、リコちゃんの部屋もなかなかでしたよ、いや全然綺麗、リコマジ A 型取って欲しかった、か青か、もう私の端まで青か、ぐちゃぐちゃやったやんけリモコンとリモコンの長さ合わせたやん、あー嘘や、絶対嘘や、え、自分の家やった、自分の家やったら、ホテルってのはホテルはどうでもいいけど、歩きも一緒投げるどっか行くだからなくすねもうピアスは終わったの、ピアスは、これあ、それ終わったよ、あった、よかった、散らばってた、散らばってた、その辺にイカリをしてた、時計とかもポーンしとった、リコラ物を大切にする習慣がないから、よくないよ、ほんとに、ないね、よろしくないね、バチ当たんで、なんか物を大切にしない女ってモテる、あかーん言うても、宮川大輔さん出るわあかーん今日絶好調やな、絶好調やねフル稼働できるぐらい、二度寝してんのに今日調子乗んないいや全然いけると思ってさ、マジで遅刻なんかすんねん言うて、やだ、ちょっとここコンビニ、リコも行きたいん、行きたい、それでは早速食べていきましょう、できそう、奇跡的な、でも乗りたけんだけど、すいません、お昼過ぎぐらいに東京に貸していただいていいですか、はい、失礼します、 OK! 当たった、よかった白熊おるんかな、春樹はレスターパンダに会いたい、うん、めっちゃ可愛いレスターパンダ、ラスカル知ってる、マダガスカル、マダマダガスカルやったら知ってる、どんなの、猫だからレスターパンダ、あ、レスターパンダのラスカルって、ラスカル、あの、なんかあんねん、アニメが少年の話ですよね、絶対泣けるやん、わかるよ、探そう、白熊とラスカルと、あ、調べようかな、ね、ラスカルなんやて、ラスカルなんや、えん、まる、逆な、丸山動物、あ、でも円山って書いてます、円山、本当は円山丸山動物、丸山って読めます、どっちでも OK なんじゃない、丸山、札幌市丸山動物、円山って書いてます、おるおる、ホッキョクグマおる、
北極熊だ。え、これさ、さっきのさ、じゃ、なんかあった。何、あの、ハリー、これ、え、やばい、ハリーポッターのやるやん。やるやが。名前何やったっけ、ウグイスじゃなくて何やったっけ、フクロウ。フクロウや。名前何やったっけ、ヘドウィング。ヘドウィング、めっちゃハリーポッターファンで。ハリーポッター大好き。ハリーポッター祭り見てんもん、だって。何がおるか見て、クマ。でもヒグマは普通におるんですから。ヒグマでしたっけ、月のアグマでしたっけ。月のアグマ、家の横を歩いてる。マジで昨日言ってた。危ないで。クマに手あったらどうするか知ってる。クマ死んだふり。あ、正解。へぇー。息止めんやろ。安倍さん立ち向かいそうやけど。うるっ、こうやって。うるっ。うるっ。うるさいみたいな。そうそう。へぇー。あ、目を離したらダメなの。死んだふりも、こんな死んだふりは楽しくない。北海道ほんまに遭遇したから。多い、多いねってこと、そうみたいな。ゾウさんもおるよ。ゾウさん。ゾウさん好き。そうでもない。え？ゾウさん好き。なんかパオン言うてんなって感じ。ゾウさんはあれやわ。リコあれ、あの、ゴリラが好き。あ、ゴリラが好き。え、レスラスが。思い出して。名前何でしたっけ？思い出して頑張って。ライトン。ラスカ。ラスカ、そうや。ラスカローランマン。ああ。と思ってた。お腹空いてきた。昨日ははるちゃん、あの、朝まで起きとこうみたいな言ってたんだけど。マジで？なんか横見たら、就寝してた。いや、だから猫なんだ、負けやな。猫なんだ、負け。猫ずっと朝起きてるのに寝てんねん。そう、あの、音楽なんか歌ってて。あの、カラオケが足りやんかった。カラオケ夜行ってきたんですけど、歌い足りなかった。私は眠すぎて、一旦着替えて、一旦布団入ろう。布団入って。なんなら、あの、口開けて、いびきかいてましたよ。あ、マジで？ほんまにこの女やってる。いびきかくんや、春樹。春樹だ。マジか。寝言じゃなかった。寝言も言ってたな。なんか言ってた。ほら、ほら、なんか言ってた。切り取らないけど、むにゃ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 。今日隠し切りやったな。息かくんや、ほら。口は開くんでしたね。上向きで寝たら、なんか顎が重いんだよ。開いていっちゃうよね。開いていく。なんか顎取れていくんじゃん、このままいったら。松江口中とかめっちゃ口開いても。それはやばいよ。マスクしてるからいいけど。あれ、安倍さんがナイフをこうやってマジで怖いかもしれない。怖いな。ほんまに怖いかもしれない。超えるやんかも。マジの超えるやん。リコちゃんやったらさ、まだなんか、一発目の視界にリコちゃんやからさ、びっくりぐらいやけど、安倍さんがこう、あの目でやってたら、あの目でやってたら。一瞬な、もう思うな。違う違う、目が怖いだけです。目が怖い。あの顔と同じやなと思うよ、絶対。めっちゃ優しいけど、目が怖い。目怖いっていうか、キリッとしてる。たまになんか集中してる時とか、あのなんかパソコン見てる時の目、最高。お待たせいたしました。ウニです。はい、ありがとうございます。ウニはこのまま何もつけず食べてみてください。やばない。えぐい。えぐいって。やっぱ。色きれい。ガチウニやん。写真撮らせていただきます。これやばいな。写真タイム。あ、来た。やば。ありがとうございます。え、やばくない？すごい。やばい。えぐいで。やばい。めっちゃ色きれい。やばいな。やばい。こんな敷き詰められたウニ初めて見た。ウニ尽くし。すごい美しい。なあ、アラジンやん。なんだアラジンやん。もう同じ歌。でも絨毯は。ほんまに？どういうことやねん。え、春樹がな。ああ、そういうこと。春樹がどういうことやねんな。え、絨毯に見えへん。見えへん。見えへん。見えへんかった。見てください。やばくないですか？ドドドドーン。ほんまに？えぐない。宝石やん。もうハルキだって何個かパクリたいのに。やめて。これはリコだけ。やめて。取らんといて。いただきまーす。ウニ1個。ウニとイクラ。うん。ウニとイクラだけ食べまーす。捕まれ。いただきまーす。いえ。おいしい。イクラプニプニやし、ウニが甘い。とりあえず甘い。おいしい。北海道のウニ最高。これが足ですか？例の。あ、例の足、例のこれが足。説明じゃない。取ってみる。あ、爪や。爪？これ。こっちの方や。わさびついてる。あ、事故った。やったー。これだって何もつけんといくらしい。ウニほんまに美味しい。スプーンでいきます。
いただきます。言葉でやば、言葉でほんまにこれとウニ甘すぎて最高、酢飯も美味しい、こんな美味しいよ、たまてばこやほんまに、昨日も言った最高、かけてました。でかい、生がやばい、めっちゃうまそう。ブリーンっていけるかな、はい、いっちゃう。これ何もかけん、レモンだけでいくらしいです。あ、そうな、さっきはレモンかけて食べ、味しっかりついてんねんな、え、絶対うまい、レモン10個、めっちゃ10個、もったいない、もったいない、いただきます。あ、海、海食べてる、海うますぎ、ウニ好きすぎて家で飼ってる猫ウニやん、名前ウニとハマチって聞いて全部海鮮やん、いい猫ちゃん来たらフランス、一回身体測定したの、身体測定って言うの、50メートル走行、身体測定、身体測定しちゃう、体力テスト、昨日はるちゃんと競争したんですよ、夜の負け10メートルぐらい、え、勝ちました、結構あったで、あれ結構あった、うん、3、4秒、リコちゃん待ってーとかね、あと握力とか、うん、握力なさそうやな、なん5とかじゃん、15、北海道ってめっちゃってことない、ナマラ、ナマラ、北海道ナマラっていうらしいんですよ、ナマラうまい、ナマラうまい、ナマラ寒い、うんうん、多分合ってると思う、北海道のナマリで濃いね、かわいいな、北海道弁、でも北海道の方からは関西弁が、うん、な言われた、ダベサーやって、ダベサー、うん、とても、あ、だからめっちゃあるが生な、うん、そしたら、したっけ、したっけ、カルキラしたっけって言ったら、なんとかしたっけ、うん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 、だ通じへんわ、なんとかしたっけ、あー、そうしたら、になる、うん、来たっけ食べるかみたいな、え、もう分からんね、多分この辺から、触るを、チョス、はるちゃんチョス、頑張るを、けっぱる、とても、うん、とても寒いが縛れる、縛れるわけないだろう、あ、かわいい、全然ちゃうな、全然ちゃう、かわいいがめんこい、めんこい、なんか知ってる、めっちゃめんこい、うんうん、あ、ながらめんこい、うん、おいいやん、伝える伝える、めっちゃかわいいよ、ながらめんこい、いいな、いいな、使うわ、ながらめんこい、めんこいな言うてバッテバサミやりすぎた、まだ全然ほら、おめちゃん、ドラえもんやと思われてそうです、悪口です、はい、ごちそうさまでした、ありがとうございました、違うこれからありがとうございます、はい、頑張ります